では、レイトン教授と悪魔の箱続きをやっていこうと思います。じゃあね、あの犬もどういったことなんで、奥に、あ、あるじゃん、早速。先生、あそこに落ちているのは、写真の切れ端だね。落とすといけないから、カバンの中に入れておこう。あと14枚。そうですね。したら、あ、この人と話してみっか。ラネット。私の自慢は手作りの美味しいパンケーキさ。味は悪くないのに、いつも同じような大きさに焼けなくて困ってるんだよ。パンケーキってあまり失敗ないよね。なんか常に大体のクオリティは作れる気がする。せっかくだからこんな風に重ねてみたんだけどね。パンケーキの謎ってそうね。前もやったよね。謎2。あー、ちょっと難しくなってるな。美味しそうな謎をやってみよう。左のお皿に乗ったパンケーキをすべて右のお皿に移してほしい。以下のルールを守ること。一度に1枚ずつ動かす。皿に置かれているパンケーキより大きなパンケーキは上に乗せられない。なるほどな。そうですね。このやり方でいいのかどうか。これ最優先にこっち動かさないよね。で、よし。ルーク、私の考えはこうだ。まあ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 。私に解けない謎はない。そんな難しくないな。前よりはちょっと難しかった気がする。お見事、最初の手数は15だ。15? あー、どうだったかな。どうだったかな。まあでもまあ少なめではあったと思うんだよな。おやすごいじゃないか。まるで手品みたいだね。気が向いたらまたおいでパンケーキを焼いてあげるよ。あとパンケーキをたらふく食べたことによって、そういう体型になったのかもしれません。パンケーキみたいなね、頭してますもんね。では、ちょっとまあコインとかも調べつつ行こうと思います。まあこんな感じでいいか。お、2枚目、これ、順調だね。ルーク、そこに写真の切れ端が落ちてるよ。やりましたね、先生。水に濡れてないでしょうか。濡れてそうだよな。大丈夫みたいだね。よし。お。3枚目。おや、あんなところにも写真の切れ端があるみたいだ。奥が取ってきますね。なんか嫌な予感するな。足元に気をつけるんだよ。取ってきました。あ、何事もなく。完全に今フラグだと思ったんだけどさ。それにしてもチェルミー警部は犯人を探すのに、ゴミの中まで見てたんでしょうか。何か手がかりを探そうとしていたのかもしれないね。まあまあね、そういうところに痕跡があるかもしれないですからね。お、あなたは、カティアさん。あなたたちは。あ、アンダーソン家の。カティアです。どうしてあなたがこの町にいるんですか?それはお話しできません。あなたたちには関係のないことです。なんか人を探してるんですよね。それじゃあ探し物があるので、こんな場所で?待ってください。行っちゃいました。まさか彼女が目指していたのもこの町だったなんてね。そっかそっか。ホット屋で悪魔の箱について尋ねていったというのも、もしかして彼女だったのかもしれない。カティアさんも悪魔の箱を探しているってことですかね。みんなして探してんだな。ふーむ。先生、そこに写真の切れ端が落ちています。よし、カバンに入れておこう。まだ結構あるな。あと11枚か。お。あ、ここにはないんだな、切れ端は。
コルセンスは黄金の街、そう呼ばれてたのももう過去の話さ。街の外れに俺が昔働いてた講堂があるんだが、数年前に閉鎖されちまったきりでよ。今でも時々金を狙った奴らが出入りしてるらしいが、あそこからはもう何も取れやしねえよ。フェルーゼン伯爵の遺産が残されていると聞きましたが、あんたらもお宝狙いか。いや、そういうわけではないが、それなら行動よりもフェルーゼン伯爵の城に行くこったら、もっともあの城には吸血鬼とやらが住み着いてて近づけやしないから。あ、そういや、さっきこんなもん拾、お、もしかして、切れ端？あ、写真の切れ端ですよ、先生。よかった。なんだ、あんたらの探し物か。こんな紙切れに何の価値があるのか知らんが、好きに持っていきな。よかった、なんかお金とか要求されなくてよかった。お、写真の切れ端です。シェルミ警部はこんなところまで探し回っていたんですね。誰かの家だよね。路地裏の部屋。これ誰の、あ、謎。変な絵が飾ってありますね。ん？どれのことかな？これ、何かの暗号でしょうか？ルーク、これはどうやら謎のようだね。ほら、見てごらん。なんか、棒みたいのが、図のように図形が並んでる。石だけは、空欄になっているのだが、ここに入る図形はどんな形になるのだろう。ガイド欄に合わせて線を引くことができる。さあ、図形を描いてほしい。なるほどね。分かったような気がするんですけど。もうすでに分かったような気がするんですけど。なんか5、6がもうなんか特徴的でさ。これ多分おそらく、多分そうだと思うんですよね。2があれで3があれで C が、あ、でも C って言っちゃった。アルファベットになってますよね。多分。なんか向かい合ったアルファベットみたいな感じだって。で、B、C、D、E、F になってると思うので、おそらくこれ最初は A だと思います。A だから、で、こっち側も、これで、A、B、C、D、E、F になるので、おそらく。僕に任せてください。おいおい、ちょろいな。英国少年としても当然です。こういうところでね、時間を稼いでおかないと絶対どっかで苦戦するのでね。正解、電光掲示のアルファベットを左端の線で反転して並べていたのだ。順番から言って A が入ることになる。なるほど、そういうことだったんですね。ダンデリオンを手に入れた。お、7枚見つかりましたけど、まだまだ足りませんね。そうだね。いや、まだ全然足りないでしょ。そうだね。あと半分といったところかな。路地の中にはこれ以上ないようだね。街の中でチェルミー警部が立ち寄りそうな場所を探してみよう。これは、だいぶかかるぞ、これは。ペルーゼン記念館ってのはよ、この町の領主にまつわる品物を置いている博物館なんだが、いつも館長のグリンコが不在で、開いている時の方が珍しいんだ。確かに私たちが訪ねた時も閉館中でした。なんでもグリンコは記念館のオーナーに命令されて町のことを調べ回ってるって話だぜ。待てよ。パポラキさんかな、それって。オーナー、フェルーゼン記念館は誰が建てたものなのですか？オレントリー急行の社長だよ、やっぱりな。なんか、言ってたしな、そんな類のことを。金持ちの道楽なのかはわからんが、あんな役に立たない記念館なんか作ってどうしようってんだかな。パポラキさんが、フェルーゼン記念館のオーナー。
そして悪魔の箱を探してると。一体何のために記念館を建てたんでしょう。もしかしたらパッポラッチさんはフェルーゼン家の、フェルーゼン家に縁のある人なのかもしれないね。そうそう、そういやさっきこんな髪切れ、あ、よかった。無駄じゃなかったんですね、この話。写真の切れ端。なんだこれ、あんたらのだったのか。返してほらよ。そうだ、さっき変な紙切れを拾ったんだよ。これってなんだろう。あ、それね、ちょっと、私たちのやつなんですよね。ちょっと返してくれませんか。ありがとうございます、拾ってくれて。親切な方ですね。先生、これは。これはあの写真の切れ端のようだね。じゃあ我々は急ぐんで。ね、行きましょうか。やっぱり街の中に散らばってるみたいですね。少しでも集めることができれば何かわかるかもしれない。探してみよう。待った待った、誰もこの紙切れをやるなんて言ってないじゃないか。そうだな、これが欲しいならこの謎を解いてみてくれよ。このパターンこれからも多そうだな。ライトをつけよう。左上の例で A と B をつないで点灯するには、ん？板の裏側に点線のような配線が必要である。そうですね、はいはい。さて、図のように A、B、C の3つの接点があるとして、A、B、A、C、B、C を、A、B、A、C、B、C、繋がってるってことか。どれを繋いでも常に点灯してるという。どのような配線がされているだろう。最も配線が少なくなるように線を引いてほしい。点線部分はすでに配線されている。ああ、メモは、ん？ああ、でもダメだな。C が1個だけっていうのが、いやでも、全部繋いでもいけるってことだもんね。はあ、ちょっとヒント一回見ていいですか。A、B、A、C、B、C を繋いでも常に点灯しているということは、どの接点にも電気は通らないといけないような気がするが、プラスマイナスが正しく繋がる必要もあって非常にややこしいような気もする。もう一度条件を疑ってみよう。待て待て。A、B、A、C、B、C を繋いでも常に点灯しているという。A, B, A, C。 あー、あ、一応もう一個ヒント、まともな配線は実現できない。やっぱそうだ、 A, B, A, C, B, C をつないでも常に点灯しているということは、実は関係はないのではないかと。要するに、こことここがもう直で繋がってて、どれを繋いだとしても関係なくずっとついてるよっていう、もうここが繋げられる時点でそうだな。さて、なるほどね。面白いじゃないですか。いい問題じゃないですか。帝国紳士としてはね。悩まされました。正解、電池と電気をつなげばよい。問題文にあるように A、B、A、C、B、C をつないでも常に点灯しているのだが、もちろんつないでなくても点灯しているのである。そういうことだね。関係ないと。ふう、なかなかやるじゃないか。まあ付き合ってくれた俺にこの切れ端を君たちにやるよ。あと7枚か。もうじきだな。あ、あるあるある。これで、あと6枚。あ、またチェルミー警部が聞き込みをしてるみたいです。そっかそっか。あなたもあなたで、じっとはしてないんですね。
この町へ来るためのルートは細い、峡谷を通ってくる山道のモレントリー急行の鉄路のみ。つまりモレントリー急行以外ではこの町にやってくることはできないということなら間違いないか。つまりモレントリー急行が怪しいみたいな感じ。あれ、お手振り深いのね、刑事さん。それでもこの町には長くいるのよ。こう見えても何年だったかしら。わかった。確かならいいんだ。行くぞ、バート。何かに気づいたみたいだな。あ、は、はい。あら、残念。もう行っちゃうの。うちのお店で遊んでいけばいいのに。ずぐせっかちな人で。モレントリー急行が怪しいと踏んだ感じですかね。先生、写真の切れ端を見つけました。あと5枚。あなた初めて見るね。あなたてか、君。おじちゃんたち、何を探してるの？この辺りで写真の切れ端を見なかったかい？もしかしてこれのこと？さっき風で飛んできたんだ。あ、それそれ、それだけ渡してくれればいいから。これが欲しいならあげるけど、代わりに僕のやつを解いてくれる？解きましょう。それなら解きましょう。バニッシュ。バニッシュってなんだ？古典的なパズルを紹介しよう。ルールは簡単である。次の条件を満たす玉なら、どれを動かしてもよい。玉はすぐ隣の縦か横に別の玉があり、その一つ先に空きがある場合に移動できる。飛び越された玉は消える。最後に一つだけ玉を残す。あー。はいはいはい、なるほどね。こうやると消えるってことか。あー、なるほど。なるほどね。はあ、これちょっと考えないといけないなあ。あ、いや、いけるね。簡単じゃん、これ。簡単じゃないですか。さて、これでどうかな。待てよ。これ確かバニッシュ1だったね。当然さ、英国紳士としてはね。だんだん難しくなるんですね。お見事、これはペグソリティアと呼ばれる古典パズルのアレンジである。ペグとは杭のことで、もともとは玉ではなく、穴の開いた盤に杭を刺して遊んだものである。はぁ、なるほど。そういうのがあったんだね。それが答えなんだね。じゃあ、謎を解いてくれたお礼にこの紙切れをあげる。この街にはね、昔はもっといっぱいの人がいたんだよ。そっか。でもみんなこの街を出て行っちゃった。じゃあ君はこの街の希望の星だね。どん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 少なくなっていく中、子供は貴重だから。街の外れに行っちゃダメよ。どういうことですか？なんかみんな行っちゃダメっていうね。お城へお宝を取りに行った人たちが行ってたの。街の外れのお城には吸血鬼が住んでるんだって。それってフェルーゼン家の吸血鬼のことですか？やたら聞きますね。それを知ってるならわざわざ説明させないんだよね。そんなに吸血鬼が怖いのなら、お城に十字架ぶち込んでやればいいのに。そしたらきっと一頃よ。なかなか残酷なことを考えますなぁ。一頃って。そうだ、さっきこんなものを拾ったの、あ、君もかい。何かの切れ端みたいだけど、あんたたちなんか知ってる？写真の切れ端、やっと見つかったよ。なんだ、あんたのだったの？じゃあほら、早く持ってってよ、こんなゴミ。あと何枚だ？ルーク、そこに写真の切れ端が落ちてるよ。あ、あった。先生、写真の切れ端を見つけました。いいぞ、ルーク。あと1枚だわ。よう、お前さんたち何を探してるんだ。あ、やっと見つけたわ。お前が最後の1枚か。破れた写真の切れ端を探しているのですが、見かけませんでしたか？あ？変なものを探してるんだな。さっき森の入り口の方に紙切れが飛ばされていったのを見た気がするが。森の入り口ってあそこだよね。
それにしても今日はよくよそ者に会う日だぜ。さっきも女の子がフェルーゼンの屋敷への行き方を聞いてきたぜ。女の子って多分カティアさんだよな。あれはどっかいいとこのお嬢さんって感じだったな。お前さんたちの連れじゃなかったのか。カティアさんのことでしょうか。おそらくそうだろうね。カティアさんはフェルーゼン家の遺産が目当てでこの町に来たんですかね。いやまあ違うでしょうね。あまりそうは見えなかったがどういうことだろうね。ルーク、写真の切れ端の最後の一枚は森の入り口の近くにあるようだ。森の入り口へ行ってみよう。一方その頃、あれ？彼はこの町によく来るのかね。あ、何しろ彼ならお高いモレントリー急行に乗り放題。なんて言ったって社長だからな。チェルミーさんはもうパッポラッチさんを疑ってるね。あと、あの車掌の服を着た変なやつ、いつも連れてたな、サムさんが。怒鳴られて、いつもペコペコ謝ってて。なんだか古文って感じだったな。なんか大事なものを探してるみたいだったけど、あれだけの金持ちでもそこまで欲しいものがあるのかね。ふん、どいつもこいつもなぜ、悪魔の箱を欲しがる。一体何なんだ。まだよくわかんないんだよな。警部、本部からの連絡であります。アリバイの裏が取れました。そうか、裏が取れたか。でかしたぞ、クククガハハ。絶対、パプラスさん疑ってる気がする。これで犯人は特定できた。バートン、容疑者をホテルに集めるのだ。謎はすべて解けたと。え、なぜです？犯人が分かったのならすぐに捕まえに行けばいいのでは。俺もそう思いますけどね。ああ、バカボン。お前は何も分かっとらんな。刑事の醍醐味は大勢の前で犯人を指摘することだろうが。そんなことはないと思うんですけどね。これをやるために張り切って捜査をしてきたのだ。さっさと人を集めるんだ。あは、はい。ここに、お、あんなところに、謎。気持ち悪い場所ですね。この門の向こうにあのお屋敷があるんでしょうか。この奥になんかフェルーゼンさんの屋敷があるんですよね。吸血鬼が住んでるっていう。どうやらそのようだ。こんな不気味な森の奥に住んでるなんて、吸血鬼と間違えられても仕方ないですよ。母、ルークは怖がりだね。おや？柵に何か引っかかってるぞ。これは、切れ端ですよね。あ、本当だ。最後の写真の切れ端です。これで全ての切れ端が揃いました。これで全ての切れ端が集まったようだね。写真を合わせてみようか。あ、なるほど。それが謎になってんのか。破れた写真の破片が16枚集まった。これを組み合わせて何が写されていたのかを確かめるのだ。写真には上下の向きがある。何が出来上がるかを推理しながら、正しい向きで完成させよう。これでいいんじゃないですかね。僕に任せてください。よし、だいぶかかったな。楽勝です。だいぶかかりましたが、なんとか。これは何の、お、ヤギの、あのあれだね、記念館のところにもあった模様だよね。あとあの本の表紙できました。先生、これは、やはり思っていた通りだ。もしかしたらこれは悪魔の箱の写真なのかもしれない。これが悪魔の箱か。この紋章、本の表紙についていたものや、噴水前のレリーフと同じものですね。
そのようだね。悪魔をイメージしているのだろう。この箱を開けて博士は死んでしまったんでしょうか。そうかもしれない。しかし実物を見てみないことには何とも言えないね。この写真を手がかりにもう一度町の人たちに話を聞いてみよう。そうですね、これさえあれば何かがわかるかも。あ、まさか。先生、一枚飛ばされてしまいました。まあでももうどういう写真かなんとなくわかるからさ。まいったな。これじゃあまるでカエルの紋章ですよ。カエルの紋章？ああ、ほんとだ。そうだね、まるでカエルの。ひとまずこれ以上飛ばされないよう写真をくっつけておこう。これは解明されたか。写真に写っていたのは悪魔の箱だった。大きくヤギの紋章がかたどられたその不気味な姿は、まさに悪魔の名にふさわしい。そして、ヤギの紋章。悪魔の箱にかたどられた大きなヤギの紋章。同様の紋章がフォルセンスの街の一部にも見られる。この街と悪魔の箱にはどのような関係があるのだろう。まだまだ謎は、まだまだね、たくさんありますね。では、またじゃあ話を。お、レイトン殿、そっか。みんなをなんか集めてるんですよね、チェルミーさんが。おや、どうしたんですか、バートンさん。チェルミー警部がシュレーダー博士殺害の犯人を見つけたのであります。だからすぐにホテルに人を集めるように言われたのであります。おそらく間違ってるんでしょうね。わかりました、ルーク。ホテルへ戻ろう。あの人のことですから。